女優の薬師丸ひろ子さん。もう55歳なんですね。今や日本を代表する大女優ですが、同時に凡人ではありえない、とんでもない経験をお持ちでもあります。今の彼女からは想像つかないですが、ご紹介します。薬師丸ひろ子さん。現在、NHK 連続テレビドラマのエールで、主人公の母親役を演じていますが、NHK の朝ドラでの出演は2回目で、前回はあまちゃんの挿入歌の、潮騒のメモリーを歌う大女優役を演じ、自身初の NHK 紅白歌合戦出場も果たしました。とても胸に刺さる歌声でしたね。芸能活動も42年目を迎えた薬師丸ひろ子さん。その長いキャリアにもかかわらず、未だに伸びしろを感じさせる不思議な女優さんです。生まれも育ちも東京のど真ん中でしたが、彼女の生い立ちはごく普通で、共働きの両親の次女として育ちます。実際は祖母に育てられたようですが、幼い時はいつも前髪パッツンの鍋型のおかっぱ頭にコンプレックスを感じていたとか、中学時代のあだ名はフライパン。いつも真っ黒に日焼けしていたからだそうです。部活は合唱部なのに、常にリレーの選手に選ばれるほど、足が速かったというのは意外でした。父母と姉と祖母の家族だったといいます。芸能界入りしたきっかけとある名優との出会い。薬師丸ひろ子さん。芸能界入りのきっかけは、あの森村誠一さんの原作の、1978年角川映画野生の証明で、主人公の高倉健さんの養女役に、友達がこっそり応募して、そこで角川春樹社長の目に留まって、デビューしたのだとか、それにしてもデビュー作で、いきなり高倉健さんと共演とは、そういう運命を持っていたんですね。とにかく、それ以来、薬師丸ひろ子さんは、高倉健さんに可愛がられたのだとか、同時に高倉健さんに当時言われた言葉がずっと心にあったのだとか、チャラチャラすんなよ、その一言がその後の薬師丸さんの仕事での姿勢に大きな影響を与えたそうです。関わった監督たちがすごい。ご存知の通り、薬師丸ひろ子さんが大ブレイクしたのは、快感というセリフが伝説となった映画セーラー服と機関銃。セーラー服を着た薬師丸ひろ子さんが機関銃を乱射するシーンでの衝撃的なセリフは流行語ともなりました。薬師丸さんの成功で、角川は第二の薬師丸を発掘することに。そこで原田知世さんや渡辺典子さんが見出され、以降は角川三人娘と呼ばれることに。実はこの映画、あの相米慎二監督との第二作目で、コンビ一作目はとんだカップルで、この二作品では相米監督から罵声を浴びせられたり、棒のようなもので叩かれたりつつかれたりもしたそうですが、後に薬師丸さんは、あの時があったからこそ薬師丸は女優を続けられているというほど恩を感じていたとか。その後、根岸義太郎監督映画探偵物語では、故松田優作さんと共演し、角川映画最高の興行成績、配給収入28億円、興行収入51億円を記録。そして、深作欣二監督、里見八犬伝、森田義満監督、メインテーマ。1984年沢井慎一郎監督のダブルの悲劇では、興行的にも成功し、代表作となりましたが、ブルーリボン主演女優賞を受賞の際に、この映画で燃え尽きたので、やめようと思った。でも、この賞は私に頑張れという、励ましの意味でいただけたと思います。と言っています。デビューからわずか6年、若くして、これだけの実績を出しても、自身のこの業界での適性を、まだ信じきれていなかったようです。ちょうどここまでが1980年代で、第一期黄金期とも言えます。
この短期間にこれだけの大物監督に演出されたことが、その後の彼女にとって財産となったのではないでしょうか。歌い続けたきっかけは、薬師丸ひろ子さん、女優としてだけでなく歌手としても十分な実績があって、角川映画時代にリリースしたシングルのセーラー服と機関銃、探偵物語、メインテーマウーマンダブルの悲劇よりは、すべて主演映画の主題歌で、メインテーマ以外の3曲はすべてオリコン1位を獲得。特に探偵物語のテーマ曲で、作詞家の松本隆さんや作曲家の大滝詠一さんという昭和の J-POP 界の巨人に出会ったことがとても大きかったようです。それまでとは違って、歌うことやアルバム作りの楽しさを知り、今後も歌い続けたいと思ったのだとか。もし2人に出会ってなければ、歌手との両立はせず女優に専念していたとか。またウーマンダブルの悲劇よりは、憧れのユーミンからの提供ですし、竹内まりやさんからも元気を出してという曲を提供されています。 J-POP 界のそうそうたる面々のバックアップを受けて、歌手薬師丸ひろ子さんは成長したのですね。しかし、そんなスーパースターへの階段を上る彼女は、意外にもずっと長い間女優を辞めたいと思っていたといいます。結局、薬師丸さんは一度芸能界を引退することになり、後に事務所独立をすることになります。その後、2002年、今コロナ感染で闘病中の工藤官九郎さん脚本の木更津キャッツアイの浅田美玲役で出演し、再度脚光を浴び、ドラマ「タイガー&ドラゴン」、NHK 朝の連ドラ「あまちゃん」、NHK 大河ドラマ「いだてん」など、立て続けに工藤さんの作品に出演し、映画「オールウェイズ三丁目の夕日」や、1リットルの涙の母親役でも、数多く賞を受賞して、第2の黄金期を迎えたのです。こうして見ると、薬師丸ひろ子さんが、いかに、破格の大スターかということが改めてわかりますね。しかし、これだけで驚いてはいけません。それからの人生が波乱万丈。薬師丸ひろ子さん、なんと人気絶頂の時に結婚をされています。その相手がまたとんでもない大物。その人物とは、安全地帯の玉置浩二さん。二人の馴れ初めは、1987年に玉置浩二さんが胸の振り子の作曲をしたことだそうです。薬師丸ひろ子さんが玉置浩二さんの音楽のセンスに惹かれ、交際、1991年結婚に至ったそうです。当時、薬師丸ひろ子さんは27歳、玉置浩二さんはすでにバツイチの32歳。結婚後は薬師丸さんは仕事をセーブし、玉置浩二さんを献身的にサポート。安全地帯のツアーに同行したりと、順調なのかと思いきや、7年後の1998年に離婚。その離婚理由が、玉置浩二さんの不倫とも言われています。そのお相手とは、元祖プッツン女優と名高い、女優の石原まり子さん。玉置浩二さんと石原まり子さんは、2009年に婚約をしましたが、石原まり子さんのアメリカ人の前夫と離婚が成立していなかったという珍事が発覚。婚姻届は受理されず、同年8月には破局。離婚の原因は他にもいろいろあるようですが、とはいえ、玉置浩二さん、1999年にツアーバンドのキーボード奏者と速攻で再婚したものの、2007年に離婚していますが、どういうことなんでしょう。その後、元 CC ガールの青田のり子さんと2010年にまた結婚しています。サプライズにも程がある。そんな2人の離婚が発表されたのが、こともあろうに薬師丸さんの34歳の誕生日パーティー。芸能関係者約100人が出席する中、
薬師丸ひろ子さんがセーラー服と機関銃を、玉置浩二さんはワインレッドの心などを披露してかなり盛り上がった終盤のこと、突然玉置浩二さんから今日で別れますと電撃発表。続いて薬師丸ひろ子さんから、そういうことなんです、これから離婚届を出しますと発表があったから会場も騒然。出席した真田広之さんは、飲んでいたシャンパンを吹き出すわ。森山良子さんなどは、離婚するってこと?と噛みまくって聞き返したんだとか。なんと誕生日パーティーが一転、まさかの離婚発表の場になるなんて。いくら芸能界でサプライズならした面々も、さすがに笑えなかったとか。周りがリアクションに苦しむ中で、7年半の結婚生活に終止符を打った2人でした。薬師丸ひろ子さんのその後の恋愛は、2004年頃、薬師丸ひろ子さんは、熱愛同棲がスクープされました。お相手は NHK カメラマンで、馴れ初めは2001年11月に放送された、ドラマ、コウノトリなぜ赤いで、撮影を担当した人で、薬師丸ひろ子さんが主演でした。その男性は、職人気質な面があるが、優しい性格を持ち合わせていて、それが、薬師丸さんが惹かれた理由だったとか。玉置浩二さんに対しては、厳しい態度をとっていた薬師丸さんのご両親も、その彼に対しては好印象だったらしく、彼が薬師丸さん宅に住むようになってから、薬師丸ひろ子さんのご両親は、栃木県那須に持っていた別荘に移られたとか。実は一時期破局したと言われていましたが、その男性は自分名義のアパートを解約し、荷物もすべて薬師丸さん宅に移したんだとか。今も2人は事実婚状態を継続中とのこと。波乱万丈な人生ですよね。いかがでしたか?あなたはどう思いましたか?私は50代になってもさらに女優として歌手として幅を広げていく薬師丸ひろ子さん、これからもまだまだいい味出してほしいですね。今は幸せいっぱいなのかもしれません。これからも頑張ってください。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。